違いで頼めるんじゃないですか。あ、そうなんですか。うん、こっち多分カフェコーナーなんですよ。ああ、はい、はい、僕らの国なのに僕らが迷子になってるからね。なんかニセコってよく2000円のラーメンとかって言われたりするんですよ。ああ、はい、まあ高いと、はい、っていうのを回そうと思ったんですけど、さすがに2000円のラーメンここにはなかったんで、ちょっとほぼ2000円のハンバーガーってのがあるんですよ。はい、はい、ありますね。あれ頼もうかなと思って。なるほど。で、まあ、こんなあのおじさんの食レポなんて誰も期待してないかもしれないですけど、あの、まあ、気になるじゃないですか。2000円ですよ、ね。じゃあちょっとそれ食べようかなって思います。なるほど。安成さんどれにします？これどれにしようかなと思ってるんですけど、2000円のカツカレーあります。じゃあ2000円のカツカレーで食べます。オッケーです。ちょっとじゃあ頼みに行きますか。はい、はい、行きましょう。カツカレーにしますか。カツカレー。期待大ですね。期待大です。厚切りなんで。厚切りカツカレー。本当だ、厚切りのロースです。お待たせしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そっち行きますか。来ました、約2000円のカツカレー。厚切りでしたよね、確か。はい、はい、いやいや、まあまあそうですね。じゃあちょっと感想をお願いします。うん、うまい。どんな感じですか。うまい。よくあるやつですね。まあニセコって感じですよね。そうですね、うん、はい、約2000円バーガー。でもすごいですよ、ボリューム。ハンバーガー割とすごくないですか。そうですね、ハンバーガーの方が良かったかもしれないですね、うん、お、いや、いや結構する。これはハンバーガーの方がいいです。コスパで言うとなんか全然1900円もありかなっていう、ね、そうですね。なんか日本スキー場だとカレーが多いですよ、うん、もしくはラーメン。はい、だけど海外とかスキー行くと絶対ハンバーガーなんですよ。ニセコほぼ海外だと思ってるんで毎回ハンバーガーするんですけど、だってこういうなんかソースみたいなのがこだわってる。あれがね、今年32になりました。あ、おめでとうございます。32歳の食リポなって。でもポテトも分かります、なんか細いカリカリの安いやつがない。はい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 。オニオンリングもついてくるの結構ありがたいですね。いや、いいっすよね、うん、これで1900円だったら、まあ、うんうんうん、まあまあ適正だ。でかいっすよ、ハンバーグ。ベーコンすごいもん。ベーコンもあるし、すごいわ。もう若くないんだから。かぶりつけないっすよね。あ、すごいすごい、肉汁もすごい。おいしいよこれ。そうですよね、うん、待って、ハンバーグめっちゃ分厚いね。いや、これはこっちだったな。これね、本当教えてるだけで美味しいです。うまい。ニセコすごいですね。うん、ニセコはね、すごいですよね。なんかこの後ろもさっき工事してたじゃないですか。はい、工事っていうか建設。工事ってレベルじゃないですか。そうですね、新たにホテルが、うん、やっぱ外国の方が多いから。あのゴンドラもね、すごい深いなんですよね、あれ夜になったら。そうなんですか、めっちゃおしゃれ。
リフトは電熱線っていうかシート入ってるし、バーガーパンよりも肉のが、え、そう、いや本当にこれすごいっすよ。こっち食べればよかった本当に。逆にこれもうちょっと上げていくぐらいな、2000円、うん、そうそうそう、いや、オニオンリングついてるハンバーガーは結構外れないと思う。そうですよね。ゲレンデも、まあ、ちょっとこれ違う動画になると思うけど結構混んでますよね。あ、やっぱこっちの方が混んでます。ああ、そうですね、すごいですね。ゴンドラもやってますか。やってる。花園のゴンドラって意外と上まで行かないんですよ。そうですね、途中で終わっちゃいますよ。まあ、初心者の人もゴンドラ乗れるって感じですよね。うーん、お腹いっぱいだ。海外だったらこれにコーラとかつけるけど、うーん、日本だから我慢する。ちょっと青空もね、少し出てきました。はい、変わると思います。リゾートってやっぱ天気変わりやすいですよね。うーん、粘ったらなんとかなるっていうイメージ。うーん、マスタードあったら最高。あー、まあ、そうですか、うん、あったかな、僕が探さなかっただけで。でもちょっと思ってたより混んでたな、うん、なんか向こうもだっていっぱいじゃないですか。僕この 2,3 年のコロナ禍でめちゃくちゃ空いてる店を見てるんで、ギャップがやっぱ出ました。なんか今年は去年の10倍だから去年は天国だよみたいな言ってました、あのコンシェルジュの人が。いや、そう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 、だから僕からしたら結構びっくりですよ、ギャップが。嬉しい悲鳴ですね。うん、いいね、なんかこうみんな楽しそうだ。みんな笑顔です。あの、送ります、これ。あ、それにする、これ送ります、うん、吉田さんに今エアドロで、うん、iPhone でいいっすかね、多分、うん、今送ります。違う人に送る少ないね、うん、来ました、うん、ちょっと画像の編集で貼ってきますけど、安野さんも、はい、めっちゃかっこよくないですか、かっこよくないですかって撮ってくれたんで。あ、一応影まで、ね、入ってて、はい、あ、本当だ。そうなんです。軽くライトルームでレタッチ今しました、はい、影も切れずに入ってるんで。最高。ちょっとあとポテト完食したら終わりですよ。はい、じゃあ皆さんもぜひニセコ来てください。ニセコの回し物じゃない。個人的に好きだった。